はい、今ですねどこにいるかというとタイのバンコクにいます。でバンコク日付がね、本日2015年平成27年の10月の22日、23日、金曜日です。で今ねホテル泊まってるんですけど、これは BTS プロンポン駅のすぐそば目の前です。なんですごく立地がいいんですけど、ホテルの名前が24インということです。で一番今4階の部屋です。まあ普通の部屋なんですけどね。まず立地はすごくいいです。で部屋ですね、まあすごく綺麗です。こんな感じね、ちょっと今起きたばっかですけど、で一応テレビがあって、であとはこうスケールがなんかできますよね。で一応外がねあんま開けれないですね。裸でこう開けることできないけど、 BTS の駅です。これプロンポン駅です。なんでこう大広げに開けると見られちゃうんでね、あんま気にならない人はいいですけどね。俺はあんま気になってないんでいいですけど、夜とかあんまりね開けない方がいいかなって感じがします。裸になってる時とかねで一応この冷蔵庫があって、毎日2本は、水が飲み放題、あ飲めます。で他のやつビールとかもちろん有料なんですけど、ね、でこのプライスリストになります。でセーフティーボックス、自分に用意してるセーフティーボックスになります。金庫で、あとはこちらバスタブは残念ながらないです。でシャワーと、あとはトイレ、洗面台、まあすごく綺麗です。なんで何がこのホテルいいかというと、別に特にいろんな設備が整ってるわけじゃないんですけど、まず BTS プロンポン駅の目の前な、降りてすぐです、まあ、すぐそこですからね。であとは部屋が綺麗です、うん、で割と日本語の新聞が置いてあったりとか、日本語ちょっと話せる人がいたりとかして、一応日本人としても割と居心地がいいとこではあります。まあこんな感じね。